ガザンファル・マフムード・オグルイ・ムサベコフはソビエト連邦で活動したアゼルバイジャン人の政治家。ロシア語不詳はマフムードビッチともセイウラジーミル定律大学時代のムサベコフ1888年7月26日、ロシア帝国バクー県ペルビディリの裕福な農家に生まれた。クバの小学校から第一バクー実家学校に進み、1911年に 卒業して、翌1912年に、キエフの聖英ウラジーミル定律大学医学部に入学。在学中もアゼルバイジャン人学生らと、違法な政治団体を組織して、弾圧を受けたが、1917年に大学を卒業し、医師免許も取得した。2月革命後は、クバソビエト執行委員会議長を半年間務め、同時に貧民に対して、医療補助も施した。 1917年7月11日には、クバ軍食料委員長に選出され、12月からは、バクー県食料委員副議長につき、アレクサンドル・ベグザジャン議長の下で働いた。翌1918年4月にバクーコミューンが成立すると、そのバクー県、ダゲスタン州食料委員に任命された。コミューンの崩壊後はアストラハンに移って、ガミドスルタノフ、ダダシュブニアザーデラと活動。 ナリマン・ナリマノフと共に、ムスリム軍病院を設立し、その主人を2年間務めた。同年に、ボリシェビキ党員となり、8月から1920年4月までは、党アストラ範囲ムスリム局議長、同時期には、キュンメトのアストラハン支部長及びザカフカスムスリム、問題執行委員でもあった。ムサベコフとヨシフスターリン1920年4月には、 ロシア共産党政治局の決議によって、赤軍のアゼルバイジャン侵攻に参加し、4月28日から、アゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国の農業、人民委員、貿易、産業人民委員を、1921年5月19日まで、アゼルバイジャン臨時軍事革命委員、1922年まで、食料人民委員を務め、1921年夏には、 アゼルバイジャン共産党中央委幹部会員、クバ軍比長委員につき、教育人民委員部、外務人民委員部、高等経済会議でも勤務した。同年7月から翌1922年11月まではコミンテルン執行委員候補、後には執行委員となった。1922年4月のジェノア会議にナリマノフが出席した際には、 アゼルバイジャン共和国人民委員会議議長を代行し、翌5月7日から1930年3月までは正式に人民委員会議議長を務めた。1925年5月21日からはソビエト連邦中央執行委員長の一人となり、プロレタリア国際主義の宣伝者として活動。12月31日からは連邦共産党中央委員候補にも、 選出されている。1929年9月から1931年12月15日までは、アゼルバイジャン共和国中央執行委議長につき、この間に、農業の機械化、集団化、灌漑拡大、暴動鎮圧などに役割を果たした。1931年11月12日から1936年12月5日までは、 ザカフカース連邦共和国中央執行委議長につき、民族間交流と農業の発展に注力した。ムサベコフは、アゼルバイジャン共産党中央委や、連邦党ザカフカース地方委幹部会の局員に選出され、第14回から第17回までの連邦党大会とコミンテルン第3回大会にも出席した。しかし、 連邦中央執行委員長に在職中の1937年6月23日に、党中央委から除名され、7月25日に、モスクワの実宅で逮捕された。その後グルジア共和国に移送され、11月6日に、グルジア共和国刑法第58条7項及び11項により、有罪判決を受けた。さらに、翌1938年2月9日に、 連邦最高裁軍事参議会によって死刑判決を下され、同日 NKVD 刑務所で処刑された。遺体はドンスコイ修道院で仮葬された。その後、ムサベコフは1956年に名誉回復と投石回復がなされた。その名はバクウの通りに残されている。アゼルバイジャン共和国教育人民委員などを務めた妹のアイナ、そして 外務人民委員などを務めたその夫がミドスルタノフも1938年に処刑された。ありがとうございます。